はい、こんばんは、ふちおでございます。晩ご飯でございます。母ちゃんは帰りました。これを買って帰りましたよ。あの日だから。多分怒ってんじゃないですか。何もやってないんで。怒ってると思いますよ。あの人すぐ怒るんで。で、いろいろ言うと、またこう、喧嘩になるんで、気使って帰ってくれました。だから私、車は片付けます。車が逆向きだったんで、今行って、バイバイって言ってきましたんで。はい。いただきます。晩ご飯でございます。私いっぱい入ったんですけど、食べました。ショート動画撮るんで。これ見えてますかね。いいですか。あとでこれまた洗うんで。勘弁、また勘弁してくださいって言っても分かんない人がまた突っ込んでくるんだよな。めんどくさいよね。YouTube の。あの突っ込み野郎ども。はい、いただきます。食べ終わってから言いましょうかね。また2つに分けて。今も突っ込んできてますよ。なんか変なのが。大根がうまいんですよ、これ。鶏大根。鶏のぶつ切りの大根。これは、母ちゃんが作る、これはうまいですよ。昔からこういう料理上手なんですよ。母ちゃんって妻ですよ。毎回言わんときないですよね。めんどくさいですよね。うん。僕分かりました。一回見てか一回突っ込む人は、何回か見てか突っ込んだ方がいいと思いますよ。ですよね。いつも見てる方。他の動画でも、一回見て突っ込まないで。何回か見て突っ込むんですよ。それか見ない。込みたい気持ちを抑えて、もう見ないんですよ、もう。その人の動画は。私だけじゃないですよ、他の人の。もう、例えば今、食べ物気になってるのが汚いじゃないですか。もう、これが売りなんで。見ない。嫌なら。突っ込まんない。突っ込むぐらいなら見ない。見ないでください、もう。めんどくさい。今失敗しましたよ。フラッグに入れようと思ったら、ただ消してます。ブロックができなくなったんですかね、また。おいしい。めんどくさいです。うちの母ちゃんの料理は美味しいですね。とまた怒る人いるし。何が美味しいんだこれのとか言う人もいるし。あとそういう時に限って周り見たり、胸ここが空いてるとか、髪が汚いとか。なんか、他のことで突っ込むし。めんどくさい。一番今のところで肝心なのは、やめればいいだろうっていう数字でさ、情けない人が。何もできない人なんですよ。YouTube はそういう人との戦いですよ、まずは。それに勝ってからこそです。今これ、また時間かかったんですよ。長いこと。やっと、で、待ってたんですよ、しばらく。まあ、鬼滅があるんで帰ったと思うんですけど。
あと母の家なのに何もしないんで怒ってるかもしれないんですけど、それそのまず、それのまずに見たんですよ、コメント来てたからね。まあいいコメント来ないですよ、私は。みんな超ムカついてるんですよ。だからもうこれ切ってから話します。うん、まあはいいですよね、あんまり臭みがないんで。これ豚肉とか、豚も美味しいですよ、この汁物になると。毎週日曜日はこれでもいいんですけどね。で、母ちゃん頑張って作ってくれてるんですよって、これ面白いのは、母ちゃん頑張ってこれを作ってくれるんですよ、怒る人もいれば、なんかのろけ動画って怒る人もいるんですよ。で、まだこれを毎日これでもいいんですけどねって作ってあげるんだから、黙って食えよっていう人もいるんですよ。黙って食えよって言うんだったらもう見ないでけど、何回言いますけども、どっちなんですかね。そんなんで怒るぐらいだったら YouTube やめれよっていうのと、そういう文句ある人はもう YouTube 見ないことですよ。それとみんなに、私なんでこんな言ってるかやったら、多分そんな人はいろんな不愉快を与えてると思いますよ。で、大体見たら、まあもうこれ次に言います。うん、おいしい。言いますよ、これ残ってますけど次の動画で食べますから、最後まで食べるとかまた突っ込む方いるんで、どうさめて一旦ごちそうさめです。次の動画で食べます。